マスデバリアストロベリーマスデバリアストローボリは卵化植物の一種。小柄で黄色い花をつける。溶蘭として栽培される。小型の多年生着生植物。根茎は短く多数の葉を密生する。葉は長さ4から8センチメートル、洗浄台型で、扁平、やや硬い。冬に花をつける。花形は3から6センチメートルで一株から多数出る。 花は、花形の先端に一つだけつく。花形は、やや立ち上がって先端は斜めに伸び、花は横を向いて開く。果敢は、長さ5センチメートル、計7センチメートル程度で、額の実が、よく発達し、花弁は、ごく小さい。額片は、基部は融合して筒状で、先端に向かって開く。色は全体に黄色く、開いた先端部はやや白っぽい。 背学片の先端部は三角で後ろ向きに反り返り、先端は長いお状になって、後ろに伸びる。側学片は左右融合し、やはり三角で背学片よりやや大きく、先端はやはりお状に伸びて、後ろに曲がる。また内側には、白い毛状の突起が一面にある。弁はいずれも、学片の筒状部の奥にあって目立たない。側弁は長方形で白く、新弁は、 先端が東卵型でやはり白い。なお、主相名は導入に貢献したジェイシュトローベルに懸命されたものである。エクアドル南部サモラチンチペの標高1400から1700メートル付近に分布。ソリンで樹木に着生している。花を干渉するために養卵として栽培される。この属のものは熱帯域でも標高の高いところに生育するものが多く。 日本では往々に夏の暑さに負けて故死する。その点、この種は比較的だが低標高のものであり、例えば国旗ネア等よりは栽培が容易である。なお、後輩親としても使用されており、ビーチアナ M ビッチアナとの後輩品はエンジェルフロストモスド、エンジェル、フロストの名で呼ばれる。本種の特徴である、学編内面の盲状突起を受け継ぎ、 ビーチ穴の赤を受け継いで過食は、より鮮やかである。また、この交配品種が、交配親として定評があり、さらに多くの交配品種が作出されている。唐沢監修 P361 唐沢工事、監修、乱三景からあずかん、山戸警告者 P358。ありがとうございます。